24時間以内にインスタのいいねの数だけで変えれるか。どうですかね。投稿しますよ。 OK、 いいです。ボレー、俺と投稿し忘れてました。見る範囲で発散されるっていう、目覚めたら100万ぐらいいってますね。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。朝7時10分ぐらいです、昨日のボンバーチャンスの結果を見たいと思います。これによってだいぶ積み具合が変わってくる。6時間ぐらい経ったんですか。私634、結構伸びた。これいきます。990。うわボンバー、これ合わせてな1600。そして私はめちゃめちゃお腹が空いているっていうのは、昨日結局あの何も食わずで寝たじゃん。ソフトドリンク飲みまくって、お店やってないから、まあ、ちょっと我慢して進まないと。その前に1の写真を、まあ、撮ってないから、それ撮ってから移動します。とりあえず見つけました。はい、朝1の映えスポット。これすごい映えてますよ。これ一撃です。チェック入ります。どうにかなるでしょ。これで出ねえな。あのゆるキャラでけえ、ひょっとこ俺ら買ったやつの5倍ぐらいで。かわいい、ひょっとこ。じゃあもう早速すぐあげましょう。あげましょう、あげましょう。オッケー、お願いします。よろしくお願いします。これをじゃあ8時に確認ってことで。緊急事態発生です。参りました。朝だから回ってません。朝だから、こんなことも言っちゃいます。お前何だそれ、お前ふざけ。緊急事態なんですか。そのぐらい緊急事態。電車調べたんですけど、約30分ほど待たないと電車が来ないという。あと行った先の電車が来るのが1時間以上待たなきゃいけないから。そうなの。そう、先を調べてくれたんだ。先も調べました。さすが私。怖い。だから私たちは決めました。この郡山でしばらく待機して、うん、いいね稼ぎをします。で一気に宇都宮まで行けば電車の本数も多かった。この区間にはもう1時間に1本レベルなんです。ちょこちょこ止まってると1時間電車待たなきゃいけない。宇都宮まで約1900円なんですよ、1人。だから1900円分貯め対2回分ぐらいは多分貯めることになるだろうと。なんでだからちょっと映えスポットを次8時に上げる分の映えスポットと参加しましょう。そうですね、行きましょう。おっ、おぉー、オッケー。いい目的をしたよ。あら、これは一気先生、彼のパワーはすごいですから、本当にディズニー行ったんじゃないかっていうような感じで撮らなきゃいけないかな。あ、いいね。はい、それではこのまま8時の結果発表しましょう。俺から行きましょうか。はい、私の数字はこちら、533。マックス、マックス出ました。いい感じ。私のは962。すごっ。これね、分かった。7時から8時は通勤で来る人が多いんだと思う。なるほどね。この写真でしょ。伸びなそうだもん。伸びるだろ。3317。オッケー。あと500円ぐらいいける。あ、いけるわ。むしろ今500あれば今いけたんだ。欲張るな。調べたら宇都宮に着くのが12時過ぎるんです。だから10時と12時となんで10時とな10時と11時と12時の3枚をここで先に撮っといて電車の中であげるってこと。まだ時間あるからちょっと吟味していい写真をあげよう。この郡山駅結構映えスポット多いよ。なんて言ったってさゆりちゃんいるんだもんね。吉永さゆりちゃん。じゃあ次さゆりちゃんで言うの。いいですよ。なりたいだけなんで。なりたいだけ。なりたいな。じゃあちょっと探しに行きましょう。私はですね、この青い壁で真っ青。はい、あざます。あざかすね。なるほどね、この下だから映んない方がいいのか。すごい、もう飛んでる。まあ、どんどんなるっしょ。レンガ撮り。あ、いいよいいよ。これめっちゃいい。あ、いいじゃん、いいでしょ。一発 OK でしょ。9時になりました。9時の結果発表の時間でございます。これが500ぐらいいってたらもう宇都宮。あごさん一人でいけるでしょ、これは。ミッキーさん、ありがとうございます。556。いけました、これで。じゃあ俺は貯金できるんだ、俺のやつは。宇都宮でその分飯食える。せや餃子。さあ、行くぞ。せーの、846。きたー。やっぱね、ちょっと若干落ちてるね。もう通勤の時間が終わったからか。うん、もうちょっとじゃあインスタ映えスポット探そうか。もうすっげえ腹減ってきたわ。でも食いたいでしょ、宇都宮の餃子。食べたい。あなたの分で少しだけ浮いた金はあるの。だから宇都宮行った時に3回分3回加算されるわけでしょ。めっちゃ餃子食えるじゃん。帰るんだよ。東京に帰るんだよ。じゃあ行きましょう。餃子出るから。ここで行きますわ。9時54分の電車待ちましょう。
というわけで、宇都宮駅に到着しました。よいしょー、栃木、栃木。2時間半ぐらいですね。9時、10時、11時分のインスタの結果が出たので、その都度スクショしてましたので、それを発表して、貢献しよう。これ相当言ってるよ、3つだもん。ここで、やめといてよかった。大成功。まず9時の、これくらいくね。じゃん、517。私がですね、はい、こちら。326。通勤ラッシュブームが去ったから、この時間やっぱ見るとなかなかね。次が10時、私がこちら521。まあまあまあ、さっきとの違いだね。これ347。次がね、あのね、本当問題で、あのこれ本当反省しなければいけないんですが、電車の中でこれを11時にね投稿しなきゃいけなかったんだけど、2人とも寝てましたやってもうた、寝ちゃったんです。で、起きたのが11時半ぐらいでね。さらに減ってる俺は。これはやばい。352。うわ、約半分になっちゃったもん。俺も214。結構減ってます。で、3つの合計だからだ、合計しましょうか。12時のやつはあの電車内でね、投稿しました。投稿しました。合計3116。きたー、3000円分の餃子食べれる。最高やないっすか。すんごい腹減ったち。しかもさ、宇都宮ホールだいぶ近づいてない。だからもうここら辺でね、ゆっくり飯食おうよ。何も食べてないんだ今日。ほんとさ、ここまで我慢したんだもん。食べてる間に12時の方が測定できるから。でも飯食ってる間に1時行っちゃうから、1時にあげる分のもちょっと写真撮っとこう。じゃあ行こう。おっしゃい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 。見て見て見て、餃子屋さんばっかよ。めっちゃある。奥にもあるじゃん。これが宇都宮ゴジラ。ゴジラだよねこれ。あ、これこれ12時食べ比べで850円で、これめっちゃよくない。あ、椎茸あるわ。どれが椎茸かもう分かんない。これ出来上がってくるわ。なるほどね。面白いじゃないですかねえ、ま、面白い。わぁ、ドローンした。めっちゃ顔出し。お、顔出しいいじゃん。はい、チーズ。すごいいいの撮れた。これ絶対映える。すごい伸びる、うん、うわぁ。おい、ふざけんな。この映像うわ、見て、前決定ですよね今までで一番いい。うまくなってる撮り方。あれもうちょっとこっち側に。うトリミングでなんとか。見て、2800円分頼みました。今日初めてのご飯ですっていうか、もう昨日のパン以来。食いまくり。全部何個あるかな。36個。さあ、うん、うめ、宇都宮来たなっていう感じだもんね。3100円のうち2800円使いました。どうせね、また1時のでね、プラスされますから。うん、それで進めばいいんですよ。餃子最高。バカ言っちゃう、バカ言っちゃう。これも一重にさ、いいねを押してくださった皆さんのおかげです。ありがとうございます。あ、うまこ。ソフトクリーム買ってる人いる。ソフトクリーム300円だからギリギリ買えるよ。36円残して。仙台で牛タン食べれなかったのか。それを後悔して今食べれるんだよ。今日中に買えるっしょ。もうだって宇都宮よ、うん、あの駅にも書いてありました。都心まですぐって。うん、食べ終わりました。どん、いただきます。うわー、だからバーンだ。おお、さらっと二口目。宇都宮最高だよ。ここで発表しましょう。お、1時のやつね。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃん、532。おお、ずっと同じだよね。まあそういう感じよね。だから、え、ちょっと待って、え、なんて言ってた今。500？ 532。え、今850円しかないの。850円でもとりあえず行こうよ。どのくらい進める。とりあえずじゃあ、うん、写真ちょっとここで撮って、で、向かおう。これこの芝生で撮りますわ。死んだ人ポージングミス。ポージングミス。ただただの猫待ってだけの方がいいかも撮れたかな。どうですか。え、死んだ人一緒やまあまあまあいいでしょう。いいの。いいでしょう。あれでいいの。あれ見てください。いつもポーズが一緒いやいや、一緒だろ。例えばそれでちょっとグラビアっぽいさポーズしてごらん。あ、そう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 。そうすることによってハッシュタグに星野アキとかつけれるから婚活とかで書けばいいのか。そうそうそう、ムカつく顔ベストショットできちゃったとか。すごい、あります。すごいつまんなかったの見た時ハッシュタグ何ラブとか小金井駅に着きました。現在2時半。電車内で2時のですね、インスタスクショしましたので、はい、発表します結果を、うん、私が、はい、じゃん、669です。伸びたね。ちょっとやっぱ写真がいいもんね。うわ、いい、めっちゃいい。私も伸びましたよ。はい、353。じゃあ足すと1052円。あー、まただから今回も500円ぐらいしか進めないけども、でも500円で結構進むかも。あのね、ちょっと言おうか。こっちまでに東京駅になる。チャンスは2時で上げたやつ、3時で上げたやつ、4時のやつ。東京駅まで1700円ぐらい。そうだ、1600、500、600。だから進まないと5時までに帰れない可能性あるよ。でも今500行ったでしょ。500、500の調子でいけば
いけないことはないよ。ここで大事なのはやっぱりここで何の写真あげるか。俺ここで撮るわ。これ見て。確かにいい。ね。もう私しかいません。ハッシュタグつきやすいですか。まあ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 。なんか映えねえかな、映え。ペコちゃんしかないんじゃないでしょうか。あ、いいねいいね。けー、着くかな東京。というわけで、小川駅に着きました。今3時40分で、うん、次の電車が3時45分なんですよ。いや、もう時間なさすぎる。2時に上げたインスタの結果を発表して、4時のインスタの写真を撮んなきゃいけないんだよね。そう。私がですね、こちら。386。はい。俺がですね、544です。で、これで大宮まで行けたら、いいスピード。大宮までが、1人580円。580円、500円。ピッと。おこごごごごごごピッタピッタ。いや、もうあと、あと。1円も残さずピッタ。あ、もう最初、本当に時間がないです。やばいです。ここか。はい、オッケーですか。ちょっとプリテスケです。花屋さんの前で撮らせてもらおう。バイバイって。遠い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 遠くない？大丈夫？行きましょう。行きましょう。こちらないです。急げ急げ。もう時間がないよ。開い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 。もうこれです。二分ぐらい前に行ってたわ。で4時10分に次電車来るんだよね。それに乗ったら大宮行けるから、じゃあ大宮に4時35分ぐらいするの。そうだね。もう餃子食べ過ぎたとかはもうあるよ。餃子ソフトクリームだな。まだ終わってない。3に上げたっていうのは4時の計測した分をプラスすればいいんだね。でもう大宮超えていこう。もうむしろもうこの辺よ。この方向で俺がねこれ344。じゃあ564。OK、 じゃあこれ足した分だけ進みましょう。今4時の分も一応投稿しよう。で降りた先で計測してその分だけまたちょっと進もう。はい。でも564でしょ。 1068。 OK、 行こう。はい、というわけで古賀から大宮をぶっ飛ばしてこの番組まで来ることができました。970円ですね、はい、残り財産は128円です。16時にアップしたものをさらに乗せますから。それが私が、はい、221。私ですね、464です。 OK、 これで東京駅までが1人220円で行けるから、もう全然行けんの。そんなのもうそんなよ。じゃあ向かいましょう。で今時計の確認してください。時計の確認してください。時計の確認してください。あと2分で東京駅行きましょう。ここに55分にさっき着いて、ここから東京までが18分かかる。今はもう18分オーバーだったわけですね。終わりました。あとちょい。お金はなんとかなったね。ギリね。ギリなんとかなったのよ。いや24時間でさ、一応都内には帰ってきたよ。考えたら結構すごいよね。ソフトクリームを買わなかったらよかったかなと思いますよ。おお、本当そう。あれ買わなかったらダイレクトに行けるから。ダイレクト、ダイレクト。さっきの古賀駅でテンパりすぎて16時分の写真撮ってないと思って、ダイレクトで撮っちゃったよ。そちらの写真はエンディング後に載せますので、ぜひご覧くださいませ。それではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。次はリベンジしよう。いいです。え、大阪から東京で登録で帰れるんだよ。私はこれにします。違う。OK。